先ほどの勝田台行きのバスで与那本団地経由、休止に伴い使用されていません。長年休止ですが長年のご利用ありがとうございましたって書いてありますね。ああなんかマジックで書いてありますね。時刻表が1時間に1本ぐらいはあったみたいですね。平成15年、うわーすごいですね。じゃあ6、7年前に廃止になってるってことですかね。こちらは何ですかね。これバスルートリニューアルいたします。あでも日曜祝日は運休じゃダメですね。これ西白井とか書いてあるんでちょっと惜しかったですね。他のバス停も他のバス停あと1個しかないですけど、これは運行開始、あでも日曜祝日運行してません。これはダメだ。千葉ニュータウン中央まで行くみたい。やばいですね。結構土日運休っていうのがさっきから立て続けにあって、ちょっと怖っ。あ船橋アンデルセン公園、なんかすごい人気、あの風車があるところですよね。僕も昔一回行ったことありますけど、はい、うわ船橋北奈良市の戻っちゃいますね。船橋北奈良市のどこ通るのかにもよりますけど、これだけかな。終わり？ちょっと他のバス乗り場も探していますが、とりあえずこれしか見当たらないという状況ですね。この左側の道路すごくないですか。使われてないんでしょうね。これなんか合流する何かのために使ってたんでしょうけど、うわー草が生い茂ってる。コンクリートの上なのね。なんか合流するやつっぽかったですよねこれ。ああなんか北総の初期の頃からの駅って感じしますね。小室駅、下小室駅あります。向こう側絶対ないでしょバス停。これ反対側、ああじゃあ電車の二択ってどこですかね。だとすると向こうの位置情報を2回目聞いて、さっき、こっちが、あ、ないですね。さっきこっちが位置情報を聞いたら、向こうも聞き返してきたんですよ。で、稲毛って答えたんですけど、こっちが聞いた、まあ、聞くのは、まあもちろん場所は知りたいです。どこにいるのか。ただ、それで聞き返してくると思うんですよ。で、聞き返した時に、小室って言ったら相当ビビると思うんです。小室は相当進んでるはずです。なので小室と聞いたら向こうは妨害カードを使ってくると思うんですよ。で、妨害カードを使われたらここはバスしかないですから鉄道の二択になるんですね。一駅カードを使って、二択になる、白井か千葉ニュータウン中央か。なので妨害カードを使われたら、まあ普通に考えたら白いを、近づく白いを潰して、千葉ニュータウン中央に電車で移動としてしまえば、妨害カードのダメージをそんな受けずに済むんじゃないかっていうのを今ちょっと考えてますね。あとは、なんかご飯も食べたいんですけど、ちょっとありますかね。千葉銀懐かしい。千葉銀行。はい、そんな感じです。送ってみました。どこに向かっていますか。2回目既読はついたんですが、ちょっと時間かかってますね。バレたくないのか、ちょっと何か考えがあるのか見てみましょうか。そうか、光っちゃう。まだ来てないですね。返事、既読はついたんですがまだ返事は来ていません。どうしてるんだろう。よっぽど何か潰されたくなくて
策を練ってるんですかね。あるいは一本後にされると非常にまずい、1時間後とか2時間後とかそういうところにいるんですかね。だとすると絶妙なタイミングで仕掛けたと言えるんじゃないでしょうか。お、船尾車庫。ああ、船尾車庫ってあれか。船尾車庫というのは、八千代緑ヶ丘とかから行けるところで、千葉ニュータウンの近くじゃないかなと思います。千葉レインボーバス。どうしましょう。これ船尾車庫に向かってんのを潰しちゃってもいいんですけど、どっから向かってんのかがわかんないですよね。潰さずに、あ、でも聞かれてこないな。聞いてきてほしいんだけどな、こっち。船尾車庫ならでも大丈夫かな。白井に向かっちゃいますかね、電車で。船尾車庫ならまだ全然こっちが有利、まあ、タクシーは使ってるものの有利ですよ、こっちの方が。うん、ね、こっちに聞いてくる気配がなかったので、まあちょっとお手洗いも行きたかったんで駅に行ってみたら、白井方面、20分後までなかったんですね。で、電車が到着する音が聞こえたんで、もしかしたらと思って急いで降りてみたら羽田空港行きが来ました。あ、まあ、電光表示板にはもう表示されてなかったってことですね。ちょっと駆け込んじゃいましたが、良くないですが、まあ、そんな人もいなかったので。そんなわけで、白井に向かいます。まあ、白井で潰されるとちょっと厄介な気もするんですが、なんか聞いてこなさそうだったんで、ね、僕が聞返してこないことに何か意味があるのかちょっとその辺はよくわからないですが、白井に着きました。白井からは、新鎌ヶ谷に向かう形になりますかね。バスがあるはずなんですが、白い駅に着きました。いいですね、北総線のカレンダー。わあ、それ京成京急からのリース車、あとは、げんこつカーとか、あとは、結構独創的なあのクロスシートがちょっとついてる車両。わあ、いいですね、欲しいですね、北総線カレンダー。そんなわけで白いに到着いたしました。北総線で20分に1本しかないんですよね、この時間は特に。いやー、よかった。まあ、白井はね、大きな駅なので、ちょっとバスも期待できるかなと思います。あ、なんかバス来ましたね。非常に立派な、この間ウッディタウン中央でも同じような景色を見ましたが、はい、この道路と車道をちょっと地面の下の方にするっていうあれですね。何言ってあれ、ちょっと見ましょうか。あ、千葉中央、千葉ニュータウン中央駅北口。あ、新鎌ヶ谷駅4前。え、これ乗れる？乗れるなら乗っちゃうよこれ。あ、お手洗い行きたいけど、でも乗れるなら乗っちゃいますよねこれ。白い駅が見えます。あ、そしてこの道開いてる。
くんですね。いや、めちゃめちゃいい。新鎌ヶ谷。いや、これ、いや、もう、夕方ぐらいには柏着いちゃうじゃないですかね。まあでも、新鎌ヶ谷から先がまあ難しいだろうというのは、覚悟してるところなんで。まあで、電車と、タクシーはもう両方使ってしまったので、まだ相手を妨害するのが一個残ってるだけ。相手は、まあ、わかんないですね。電車、バスをどの辺まで使ったのかわからないですが。でも結構船尾車庫が進んでる方だと思いますね。船尾車庫ってまあ位置的には千葉ニュータウン中央よりも下手したら西側にあるんで。いやー、怖いですね、ちょっとね。まあでも、新鎌ヶ谷は先に我々、僕のチームがついてると思います。はい、そういうことで、新鎌ヶ谷駅に着きました。あー、いや、すげえ、途中、西白井ってバス停、西白井駅バス停しかなかった。もうその次、新鎌ヶ谷。いや、もう、半端ないアドバンテージですね。もう、価値格だと思います。もう、価値は決まりました。あー、いやー、いい。もう昨日負けたから気持ちいい。ああ、これが勝利の風ってやつですよ。いやー、タクシー使ってよかったな。まあ、とりあえずね、こっから先後半戦も大変だと思うんで、ちょっと一回ここでご飯にしたいと思います。ご飯はね、30分かけて取らないといけないので。新鎌ヶ谷といえば、あれなんですよね、東京力飯が、もう今多分全国でもう10店舗弱とかしかないと思うんですけど、そのうちの1店舗が、千葉の新鎌ヶ谷にあるという。お正月1回食べたことあるんですよね。大阪だと、寺田町店が、力飯は閉店して多分同じ系列のとんかつ屋さんになってそこよく行くんですが、あと大阪日本橋に1軒あるのか。ああ、力飯にしようか。でもせっかくちょっとイオンもあるし、いろいろ見てみますかね。はい、ですね。今夜の、ちょっと宿泊で、ちょっと下着が、足りなかったので、ゆっくり、新しい下着を、買うような、時間の余裕がありました。時間に余裕があるっていいですね。フードコートにあるちょっとカツ丼屋さんが閉店したのがちょっと残念でしたね。タレカツ丼がメニューにあったんで、縁起を担いで、カツ丼、タレカツ丼。まあ、多分そんなことをしなくても勝てる気はしますが。あ、薬の福太郎懐かしい。ああ、八千代の時よく使ってましたね、薬の福太郎。まあでもちょっと気になることもありまして、船尾車庫にどうやって向かっていたのか、ちょっと気になってまして、ですね、あ、なんかバスいますね。鎌ヶ谷大仏だ。鎌ヶ谷大仏ちょっと戻っちゃいますかね。まあ、船尾車庫に南から向かってるならわかるんです。多分八千代緑ヶ丘とかその辺から向かったんだと思われます。ですが、千葉ニュータウン中央から向かって船尾車庫に向かっていたとするならばちょっと謎なんですよね。なぜかというと、さっき白井の駅ですれ違った、千葉ニュータウン中央行き、つまり、千葉ニュータウンから新鎌ヶ谷まではバスでつながってるわけですね。僕が乗ったんでもう証明されてます。なので向こうが千葉ニュータウン中央で新鎌ヶ谷行きを見つけられていない、それで船尾車庫を目指していたか、あるいは、その、ニュータウンから新鎌ヶ谷行きを隠すために、船尾車庫ってあえて言った。つまり、こっちを油断させるために言った。ちょっと時間ありましたからね、この来るまでに。船尾車庫って来るまでに時間かかりましたから。まさかってな思います。そうするともう、新鎌ヶ谷、ついててもおかしくないんですよね。この飯食ってる間に抜かれる可能性もある。まあでも考えすぎですかね。ちょっとこのラーメン屋さん美味しそうだったんですが、ちょっと準備中みたいですね。そしてなぜか馬肉馬刺しの冷凍の自動販売機。
最近増えてるらしいですからね、自動販売機、あの食べ物の。あー、いやー、まあでもこっからやっぱちょっと後半、そのてかあのバスをちょっと調べてないことが分かりまして、とっとと飯食って調べないとって感じなんですけど、タクシーもね、あのあれも電車も使っちゃってますからね。なんて言ってる間に、この辺に、あったった、ありました、力飯ありました。やっぱ力飯でしょういや、じゃあ力飯食べたいと思います。はい、ごちそうさまでした。あ、なんかバス来ましたね。北部循環、ちょっと動きがありまして、向こうがですね、位置を聞いてきました。どこに向かってるかではなくて、まあこれ助かったんですけど、まだ次どこに向かうか具体的に分かってなかったので、なんて、どこにいますかと聞かれたので、新鎌ヶ谷と答えました。で、まあ、相当進んでると思うので、恐れをなして妨害をしてくるかと思ったんですが、妨害はなしということで、つまりですね、次3回目位置を聞くと同時に妨害が来る。でこっちも同じ、つまり、妨害、まあ、したら仕返されるっていうのがもうほぼ確定したような状況ですね。どっちが先に妨害を仕掛けるのか、ちょっと怖くなってきたのは、向こうがその、まあ、ステルスゴールっていうんですかね、できるだけその、進んでないふりをしていきなりスッてこう柏の駅着いたゴールの写真を送ってくるんじゃないかっていうのがちょっと怖くなってきまして、なのでですね、急いでちょっと、ここから先次どこに向かうかを決めまして、その上で最後に向こうの位置を聞いて、それで、同時に、潰しにかかる、その向こうにストップをかける。でこっちはこっちでストップをかけられたとしても、まあ、1本待てばいいだけなんで、その1本の本数、例えば30分15分に1本であれば、潰されても大したダメじゃないんですね。その何本、1時間に何本あるのか、ちょっとそれも含めて、てか遅いですね、すいません。ようやくここから先を探そうと思います。とりあえず、新京成の五光駅か、あとは最近栄えてる、東武アーバンパークライン高柳駅、この辺を目指すバスを探したいと思います。この桔梗号っていうのは見覚えがありますね。あの最初ここに相原さんと同じチームで来た時に、確かその土日、元旦、お正月だったんだ、お正月だったんで運休だったバスなんですけど、今が、16時24分、なんだかんだ言って、なんか1時間半ぐらいちゃいましたね。飯の30分だけでよかったのに。さっき鎌ヶ谷大仏行き行っちゃいましたね。と残すは、爽やかプラザ軽井沢ってどこだ？あと鎌ヶ谷市役所。鎌ヶ谷市役所はちょっと戻りますかね。なんか、なんか一回降りるけどいいとこ行きそうですね。でも、軽井沢？軽井沢行くバス？16時、32分は、あとちょっとできますね。どこ、爽やかプラザ軽井沢って、途中駅も通んないし、全然わかんないですね。どこだこれ。こっち。あ、千葉レインボーバスですね。お、なんかある。お、白いは社会としてセブンパーク、アリオ、柏、西白井に経由とありますね。本数まだ16時51分がありますね。アリオ、柏行き、柏でもセブンパーク、アリオ、柏ってどこですかね。あ、路線図ある。アリオか、あれ、乗ってないですね。
セブンパーク有岡市は。あ、5個ある。え、5個どうやっていくの？むつみ5個、西白井線、白井車庫から白井駅。あー、え、白いから5、あ、でも違う、新鎌ヶ谷から5個行きって出てるみたいですね。え、あんのかな、五個行き。五個行ければ五個がいいですね。アリオ、セブンパークアリオかしはどこですかね。はい、あ、あ、まだコーンもありますね。ちょっと見せてみましょうか。鎌ヶ谷市役所、白井駅って、あーらー、一日ポーン。うん、これないで、あ、高柳行ったんだ。あー、高柳行くのに白い工業団地って高柳駅を通るのかな。あった、セブンパーク有岡市は。え、でも手前、一個手前に西白い7丁目。これ本当に柏なんですかね、これ。柏といってもかなり外れの方と、外、いわゆる白石寄りと考えられますね。この富塚っていうバス停に行かないのかな、有岡市は。でもこの富塚ってバス停に西白井7丁目から歩けば、このこれが、このこう来るバスで高柳駅は行けますよね。高柳駅って5校も可能性が出てくるってことですよね。うん、あ、こっちは少な、土曜休日のみ、千葉ニュータウン地方。あ、さっきのやつかな。でもこんな本数少ないのかな。このやつ、これ休止。ちょっと考えをまとめます。はい、ちょ、決めました。まずですね、もうすぐ来るその爽やかプラザ軽井沢行きっていうのは全く見当つかないですね。 EF63 でも来るんですかね、爽やかプラザ軽井沢行きは。経営でもされるんでしょうか。ちょっと全く情報が、そのどこにあるのかがわからない。並んでる人はいるんですけど、ちょっとわからないので、まあパスなんですね。そして、有岡市は、セブンパーク有岡市は行きなんですが、そこ一番乗り場見えますかね。上、大山口中学校、そして富塚経由って書いてあるんですね。この富塚というのは、高柳とか五甲に行くバスが、通る、バス停なんですね。で、その、バス停におそらくセブンパーク有岡市行きは通らないですね。通らないんですが、その一個手前の西白井7丁目、ここ一つなんですね、このこっち行くバスは。なので西白井7丁目で降りて、富塚まで歩き、そしてこのバスを使って、高柳か五甲を狙うという感じですかね。有岡市まで行っちゃった方がいいのかな。まあでも有岡市から柏行きのバスがある可能性もあるんですけど、ただこれ見るとね、やっぱ高柳五甲はちょっと気になる感じになってます。で、51分、あ、軽井沢行きだ。51分の後は、16時50分の後、17時31分、かな、まあ、40分待てばいいだけなんで、向こうの位置を聞いて、そして向こうをまず潰します。そしてこっちも潰し返されるんですけど、16時51分を逃して40分待てばいいだけなので、それで
セブンパーク有岡柏駅に乗って、その高塚というバス停を目指して西白井7丁目で降りるという形になりました。じゃあ相手の位置を聞いて潰したいと思います。はい、今ラスト聞きました。イコール相手の行動を1回制限する、1本後にするというのがほぼ確定です。ほぼというかもう確定ですね。はい、こっちもやられかえ、やすぐやり返されるかどうかです。とにかく今僕が怖いのは、どこに向かってますかが柏駅だった場合ですね。やり得ると思うんだよな。それこそ僕がここで1時間半もほうけてた間に抜いてる可能性あると思うんですね。まあ普通に千葉ニュータウンから新鎌ヶ谷あります。船尾車庫までついてるなら全然あり得ると思います。さあどこに向かってるんでしょうか。どうぞ。ポン、あれ開かない。お、白い車庫、やべ、白い車庫だって結構進んでる。まあでもとりあえずじゃあ相手の、白い車庫に向かってるのを潰したいと思います。はい、なので相手は一回休みになりますね。はーい、はい、相手がいたですね、白い車庫というのはここですね。なので、まあ、白い車庫までとりあえず行って一本逃してくださいって言ったんですけど、白い車庫からですねこのように、5個、そして高柳、緑のラインもあるのでもしかするとセブンパーク有岡柏もあるかもしれないですね。あとは、まあ、これは問題ないですね。西船橋は問題ないですね。白い車庫だから考え方によっては相手の方が進んでる、あるいは、もう新鎌ヶ谷を出て白い車庫行きに乗ってるのかもしれないですね。白い車庫に向かってると見せかけてこの僕と同じようにこの富塚とか西文パーク有岡市は2周目ならちょっとこの辺で降りるつもりだったのかもしれないです。だとすると1本先を行かれている可能性もあるので急ぎたいですね。妨害を向こうがしてこなければ、51分のバスに乗って、移動します。で、妨害、がされた場合はその1本後5時31分ということになります。ああ、いや、もっと早く動けばよかったな。バスが遅れております。1回目やった時もですね、新鎌ヶ谷ではかなりバスが遅れてきたので、非常に心配ですね。今、6分遅れまでまだ来ていません。コロナなのかですね、バス停の近くではみんな待たずに離れて、みんな待っているんですが、外国人の方が何か歌を歌ってらっしゃいますね。母国の歌なんでしょうか。今ちょっと怖いのはですね、その白い車庫から相手がですねタクシーを使った場合どうなるんだ。白い車庫からもしかすると常磐線のどっかの駅までタクシーを使うんじゃないかっていう、しかもこっちがその白い車庫で一歩待ってくださいっていうんで、その本来のルートを潰した結果タクシーもあり得るかなというんで、ちょっとそれがかなり怖くなってますね。だから遅れてくるんだったらアリオ、柏に、直で行っちゃった方がいいのかな。でも富塚も気になるんだよな。でも五校とか高柳も寄ってたら間に合わないですかね。あとタイムリミットあと2時間スイスイ来たとしてやっと行くかどうかっていうね。五校高柳も、保証があるわけじゃないので、あんまり遅れてくるようだったら一か八か有岡柏行っちゃうのもあり、まあ他のバスがなければすぐに乗ってきたバスで折り返せばいいだけの話なんで、ちょっとそれも考えないといけないですかね。北っぽいですね。あれですかね、向こうが妨害カードをまだ使ってないことを考えると、せっかく五校高柳に行ってもそこで妨害打たれるとまずいんで、ちょっと有岡柏は
直もありかもしれないですね。ちょっとバスの中で考えます。セブンパーク有岡社から来たバスめちゃめちゃ混んでますね。人いっぱい乗ってます。これを、その新鎌ヶ谷雪しかないから大勢乗ったのか、それとも他の柏とか行くバスもある、その大人気のところだから大勢乗ったのか、ちょっとそこがめちゃめちゃ気になりますね。はい、もうすぐに白い7です。閲覧の時です。降りようと思ってます。理由はですね、このバスは遅れてきたので、有岡に着いたらすぐ折り返し発車すると思うんです。そんな時間にすぐ他のバスを全部調べきれるのかっていうのと、あとはですね、すごい混んでいたので途中の西白井奈良で降りられない可能性もあるかなと思うんです。なので降りてみたり、あとはちょっと後で外の方降りますね。降りましょう、今降りましょう。はい、こちらが西白井7丁目とかじゃないですね、7。なんかもっとすごい田舎を想像したんですが、めちゃめちゃ、新興住宅地のようでとても綺麗、だったので、つい住宅街好きの住宅街大好きな血が騒いで降りちゃいましたね。いやなんか全然コンビニとかもありますし、綺麗なお宅ですね。いやだからなんかまあ降りちゃいました。でも今車が横に、横って言ってると思うんですけど、この通りをおそらく、五光行き、高柳行き、そっち方面のバスが通ると思うんですね。あれでもちょっと待って、いや大丈夫かな。セブンモール行きは直進しましたね。セブンモールはどうやら直進した先、まあ地図でも直進した先にありましたからね。はい、なので、とりあえず富塚バス停、富塚というバス停を目指したいと思います。ここをこっち側ですかね。先ほどの綺麗な住宅街と打って変わってですね、富塚方面は、ちょっと暗くて見えないと思うんですが、ほぼ歩道はないような道で非常に危ないですね。やばいです、良くないです。早く富塚着かないと。この道で合ってると思うんですけどね。いや、これ怖いわ。有岡にすればよかった。いつの間にか通り過ぎていました。これだ。これが富塚。行き先は、ほら、あるじゃないですか、予想通り。五光高柳。なんかあと、白石循環バスってのもありますね。ちょっと時間が来たら、白石循環バスがあります。上、爽やかプラザ、軽井沢通過。通ったんだ、これ。でも、西白井行き？西白井行きって書いてありますね。18時56分。まあ、西白井わざわざ行かなくていいですね。これだ。高柳行き。5時59分。土曜日だから、5時59分だ。5個ない、5個。高柳経由五光行き？高柳経由五光行き、早朝5時59分に1本あるだけ。高柳、5時59分。あと30分ぐらいですかね。でも歩いたかやったか。ダメなら、有岡市は戻ろうと思ったんですが。でも今の、この道も歩きたくないですし。
高柳ですかね。30分待って高柳でもちょっと待って、もし今使われるとやばいんだよな、今妨害されると、あと30分以内に妨害されると5時59分の次18時59分になっちゃうから、もう間に合わないの確定しちゃいますね。うわー、妨害カードも使われないことを祈るばかり。とりあえず高柳駅までは着きたい、なんとしても。今右側が僕が歩いてきた道路なんですが、左側非常に大きな幹線、おそらくさっき、小室まで使った与那本団地と小室といったあの国道16号線の続きじゃないかと思われます。で、だとすると、そのさっきのセブン、アリオ柏店もこの幹線道路沿いにある可能性が高いと思うんです。幹線道路をそのまま行くと、柏駅の方に、行くと思うんですが、幹線道路をバスが走るのか、ただその直通のいわゆる柏駅と有尾柏の間を直通するバスとかが路線バスとしてある可能性もちょっと出てきたかなっていう気がします。これ歩いてこのままずっとまっすぐ行ったら有尾柏つかないですかね。ちょっと有尾柏の可能性も出てきたなっていう、有尾柏間でその途中止まんなくても直通バスみたいなものがあるんじゃないか、その国道16号って柏駅のそばを、近くを通るはずなので、ちょっとあるかなっていう。ただだとすれば新鎌ヶ谷駅のバスにあんな人が乗ってるからっていう、だって柏ってついてるわけですからね、柏駅からのお客さんの方が多いんじゃないかって僕は思うんですが、まあここまで来ちゃったんで高柳ですかね。ちょっと事件が起きました。今5時34分33分ですかね、はい、なんですが、向こうがどこに向かってるかを聞いてきました。なのでおそらく妨害を使ってくると思います。そして今目の前を過ぎていくのは、白い工業団地行きは曲がった、まあ白い車庫の方でしょうね。だから白い車庫から高柳、白い車庫から柏はさすがにない気がするんですが、高柳行き乗ってんじゃないのかな、向こうもしかすると。あれあれ、勝てないことが確定しました、ギブアップで。ん、どういうこと、ギブアップ。これ画面見えますかね。なんで勝てないことがわかるということになるんでしょうか。あ、一本妨害して時間的に間に合わないってことですかね。ギブアップされたんで勝ちは勝ちなんですけど、ただ高柳の駅から先がまだわからないんですが、どうしたらいいんだろう。高柳にとりあえず行くしかない。まあ向こうは、妨害を、その使うことなく負けたということですかね。あ、なんか勝ちは勝ちですけど、まあでも高柳はどっちにしろこんな場所にいても、どうしようもならないので、こんな場所って言うと失礼ですけど、まあ、とりあえず駅に出ないとですね、合流もできませんので、とりあえず高柳駅には行くしかないですね。そして、ギブアップしたチームと合流ということで。あら、じゃあなんか、じゃあもう白い車庫は結構どん詰まりだったってことですかね。来ました、高柳行きです。最後の一本です。まあ、柏ではないんですが、はい。お疲れ様でした。ああ、まさか
の相方の5校がある高柳で終わるとは思わなかったですね。まあ、最近は急行も止まるようになりまして、栄えてる高柳なんですが、ああよかった、この道を歩いて戻るのだけは、いやちょっと無理でしたからね。まあ、バスがあってよかったです。高柳駅に着きました。さっきの僕が乗ってきたバスは折り返しの白い工業団地行きになりました。さっき飛び塚で見かけたやつが要は折り返してきたわけですね。新しいスーパーができていたりして、結構高柳、栄えてきてます。うちの仕事の相方曰く昔本当に小さい駅だったということなんですが、で、バスの方は、はい、このような感じで五校行きが朝の一本だけでなければ朝の一本だけですね。ということはあと他に乗り、あ、後ろにも乗り場がありますね。後ろにも乗り場があります。お、ワゴンの絵が描いてありますね。ジャンボタクシー、あ、坂祭、18時14分あと1分できますね。あ、坂祭までは行けた、これですかね。あ、坂祭から湘南福祉センター、坂祭まではギリギリ行けた、まあ、ギリギリですね、あと1分ですからね。はい、ということが分かったところで、まあ、柏までの直はないということですかね。はい、わーすごい、めっちゃすごい、ヤオコーできてますね、すごい。あ、なんか上ブックオフとかありますね。すごい、高柳駅すごいことになってますね。こっちセリアとか、あ、なんか下バス止まってます、下バスが止まっています。ちょっと見ていきたいと思います。そうだ、まだ終わってなかった。なんか急行が来たんで乗ろうとしちゃったんですが、まだ終わっていませんでした。マジっすか、5校反対側からのありましたね。これがそうじゃないですか、椎の木台経由5校行きということはですね、これどうだったんですかね。そのさっきの坂祭行きが1分ほど 1,2 分で発車してしまったので、それに気づいていれば多分このバスのことは知らずに坂祭に行っていたと思います。ただ、この、さっきのバスがもうちょっと遅れたりとかですね、坂祭を諦めれば、このバスで5校に行けたということになります。時間は今18時19分、ゲームセットはごめんなさい、さっき間違えました、失礼した、19時半ですね。なのであと1時間ちょっとあったので、柏へのゴールの可能性もちょっとワンチャンあったかもしれないです。あー、そうか、はい、そんなわけで、おしまいにしたいと思います。はい、おまけです。ラスト野田線何が来るでしょうか。お、6万ですかね、一番新しいのが来ました。一方、やっぱり千葉いた頃も野田線といえばこの8000系、この緑のシートとですね、ドアが閉まる時の音がちょっとうるさい、プシューって言って閉まる、8000系ですね。あー、8000系もちょっと減ってきちゃいましたからね、寂しいですね。もう、はい、それではこの6万系に乗って、新鎌ヶ谷で合流のようなので、新鎌ヶ谷に
向かいたいと思います。あ、2馬線が発車してきます。8000系が発車しますね。あの銀色のドア、銀色のドアいいですね。この音ですよ。あ、やっぱ東部といえばこの音とこの匂い。